電源開発株式会社は日本の電力会社。愛称は j パワー。太平洋戦争の日本敗戦後、GHQ の指示で作られた過度経済力集中排除法の指定を受け、日本発送電が解体、地域電力会社に分割された。しかし、分割されたばかりの地域電力会社は、資本的にも非常に貧弱で、 復興のために必要となる電力を満足に供給できず発電所新設の投資もままならない状態であったため国内での電力需要の増加に対応して制定された電源開発促進法により1952年9月16日に国の特殊会社として設立された電源開発の最初の大事業は佐久間ダムであるが10年はかかるという工事を アメリカからの技術導入により3年で完成させた。この成功により、関西電力は、黒部ダムの建設にゴーサイ員を出したという話もある。続けて、OTM と呼ばれる、奥クタダ,ミダム、タゴソーダム、ミボロダムなど大規模なものを含む、水力発電所を次々に建設。戦後復興電力面から支える。高度成長期、大きく伸びる。 電力需要に合わせて財務を立て直した電力会社と共に供給力も大きくしていったが電力会社間の連携不足や昼夜間の需要ギャップ拡大など効率面が問題となってきたこれに対し電源開発は複数の電力会社が利用できる広域火力発電所電力会社間の連携送電線や佐久間周波数変換所などの連携設備 長距離直流送電、大規模用水発電所を建設。電力会社の補完的事業を行う。さらにあと、電力会社も十分な財務体質を有し、各社間で連携送電線や、その他連携設備を建設していった。電源開発は、当時車用化していた国内炭鉱産業支援のため、 国内単専用の火力発電所を建設したり、海水用水発電所等の実証試験プラントや、海外協力事業を積極的に行うなど、国策的性格が強い事業を行うようになった。1997年に特殊法人合理化の中で5か年程度の準備期間を置いた後に民営化することで、閣議決定され、2003年に電源開発促進法を 廃止2004年10月6日に東京証券取引所第一部に上場し電力会社及び政府出資のミニエカファンドの保有株式のすべてを売却したまた合わせて相性を電発から J パワーに変更現在では日本国内に水力火力合わせて60カ所以上の発電所を有し発電能力は 旧一般電気事業者以外としては突出しており、旧一般電気事業者と比較しても四国電力などを抜き東北電力に匹敵する。特に石炭火力発電に関しては、日本一の規模で、水力発電もトップクラス。送電、変電設備、電力会社間の連携送電線や、その他連携設備も多数保有しており、特に、本州、九州間を連携する。 送電網を有するのは J パワーのみである。以前は北海道、本州間50、5 0ルツ6 0ルツ間、本州、四国間の連携を保有するのも J パワーのみだったが、現在はそれぞれ3分の2、40%、75%を保有している。なお、現在は原子力発電所を有していないが、青森県において大間原子力発電所を建設中である。 風力発電についても、東京臨海風力発電所など国内18地点を有し、トップクラス。海外においても、ポーランドでの事業に参画するなど、積極的な展開を進めている。また、近年の電力自由化の流れに対応すべく、事業を多角化。合わせて、これまであるじには、アジア地域におけるコンサルティングを展開してきた。 海外事業も近年は一部への積極投資、炭鉱開発などにより拡大しつつある。2019年4月1日、100%子会社として、電源開発送電事業分割準備株式会社を設立。2020年4月1日より同社を、電源開発送変電ネットワーク株式会社と解消し、送電事業が移管された。代表権のある、 取締役のみ、2020年6月26日、現在。特殊会社時代には最高責任者の役職名は、総裁であったが、一般の株式会社に改そしてからは、社長となっている。合計97箇所、1822万7179キロワット61箇所、857万2219。 キロワット、磯子火力発電所7カ所14基、841万2000キロワット火力発電所若松、火力発電所跡地には、研究、実験、研修施設としての若松総合事業所が、建設された。電源開発の発行済み株式の9.9%を、保有する英国のザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンドは、2007年6月の、 定時株主総会の時点で増配要求を出すなど経営方針に対して不満を表明していた。2007年11月には社外役員の派遣を経営陣に要請したものの電源開発の取締役会は2008年1月7日この提案に反対する胸の回答をする。 そこでティッシュは1月15日、電源開発の株式の保有率を20%まで引き上げるため、外為法による事前届け出を行った。しかし、完全、外国為替等審議会外国為替等分科会外資特別部会は4月15日、この株式取得は日本の高の秩序の維持が妨げられる恐れがあるものとする意見を出した。この意見を受けて、 ぬかが財務大臣とあまり経済産業大臣はティッシュによる株式の取得の中止の勧告を出すと同時に日本政府の対日直接投資促進は不変という談話を発表し電源開発もこの勧告と談話を許容する内容のコメントを発表した4月25日に入りティッシュは経済産業省から出された 弁明の機会の付与に対し中止勧告の大田区の拒否を通知したため、ぬかが財務大臣とあまり経済産業大臣は、外為法27条10項の中止命令のための手続きに着手し、5月13日に中止命令を発した。7月14日、ティッシュは、この中止命令に従い、不服申し立てを断念する、胸の声明を発表した。一方でティッシュは、 4月16日に6月の電源開発の定時株主総会において期末配当に関する提案と条件が受け入れられない場合の社長の介入を内容とする株主提案を行うことを発表した。電源開発は4月18日にこの提案を受容した旨を発表し4月30日にティッシュの全提案に反対する旨の取締役会の意見を発表した。 その後、ティッシュと、電源開発との間で所管の往来が続いたものの、意見の対立は埋まらず、5月22日には、定時総会に向けて委任状勧誘を行うことを、ティッシュが発表した。6月26日の第56期定時株主総会にて、ティッシュによる株主提案はすべて否決されたものの、それと前後して、ティッシュは、 電源開発の経営陣の責任を追求する訴えを提起のための手続きを進めており、また、持ち合い株主の議決権の投票結果の開示を要請するなど、定時株主総会によるティッシュの株主提案の否決後の継争は続いていた。しかし、2008年10月31日に、電源開発は、ティッシュが保有している全株式を買い取ることを発表し、 一連の問題に終止符を打つこととなった。なお、ティッシュが株式の売却を決めた理由については、電源開発が2008年7月末に決めた、子会社事業を本体に取り込む事業再編によるものとする報道と、2008年9月に発生した世界規模の金融危機の影響によるものとする報道とがあり、錯綜している。 福島第一原子力発電所事故以降、経済産業省と電力会社の甘下り問題が、監督官庁である、経産省の原子力発電所の安全基準を甘くさせる構造として批判が集まった。本社屋上には、コミュニティ放送局である、中央 FM の送信所が置かれていたが、2013年6月4日に、歌舞伎座タワーに移転した。ありがとうございます。